はい、それじゃあね、演習問題11のね、問4番から言いますね。で、問4番から続きいきますね。実はこれテイク2です。まあ、そんなの皆さんには関係ないですね。はい、問4番、問題文読んでみると、実験1の結果、ガムシに食われずに生き残った貝の中で、遺伝子型スモラルスモラルの、スモラルスモラルを持つ貝が占める、割合は実験1の、実験1に使われた、合計200匹の貝の中で、遺伝子型スモラルスモラルを持つ貝が占めていた割合の何倍であるか答えを知るせいと。ただし、答えは小数点以下第3位を調べるにすることっていう問題です。ね。この問題ね、問題文だけね、問題文ね、よくよく、読み解くとね、要はね、実験の前後でね、遺伝子型スモーラルスモーラルのね、遺伝子型のね、割合がね、何倍になりましたかってことを聞いてるだけです。なんでね、それをね、求めに行こうっていうことですね。で、これね、集団内で行われてますからね、集団内で行われて、異質入とかね、そんなのないですからね、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立っている。ね、ということでね、遺伝子型の割合はね、ずっと一定、ね、一定になっているということですね。はい。で、あと言っておかないといけないのはあれですね。遺伝子型、ハーディ・マイベルの法則ですね。ハーディ・マイベルの法則。皆さんのね、授業プリントの演習問題11のね、下のところにね、ハーディ・マイベルの法則のね、条件がね、5つ書いてあります。ね、そいつら、覚え方、ね、教えてみます。ね、バです、ね、自由交配のやつですね。で次が、自然選択で次が異質入で、突然変異で、個体数多いです、ね、自由交配を行うで、自然選択が働かない、異質入がない、突然変異が起こらないで、個体数が多い、ね、この5つ字取った、ね、しっかり覚えておきましょう、ね、それぞれね皆さんの覚え方あるならね、それはそれで覚え方それを使ってくれたらいいです、ね、覚えてない人はね、まあ、これぜひねこれ字取ったで覚えておきましょう、ね、で、というのがね、この、ハーディ・マイベルの法則ってことですかね、を使うってことですかね。ハーディ・マイベルの法則って言ったらね、遺伝子、対立遺伝子はね、P 対 Q と置いてね、P 足す Q はね、1ですよっていうね、あれ使いますね。あれ。ね、あれ、あれね、使ってね、この問題解いていきます。ね、で、まあ、まずね、その皆さんのね、授業プリントのところにそうやって置いてます。で、そうやって置いた結果、ね、置いた結果ね、交配をね、行ってみてます。ね、それ皆さんのプリントに書いてある。ね、で、このままの表現型、ね、そこの部分、皆さん書いてあるところね、サクッと読んでくださいね。もうその部分飛ばしちゃいます。ね、このままの表現型、ね、このままの表現型を右巻きにする。ね、このままの表現型を右巻きにするのは母親のね、遺伝子型はね、ラージアルとね、スモーラル、ラージアル、スモーラル、あ、間違えた。ラージアル、ラージアルとね、っていう答えと、ラージアル、スモーラルですよね。っていうこの答えしかいないわけです。ね、この、こいつら。ね、で、こいつらのね、それぞれね、からできてくるね、配偶子のね、頻度をね、ちょっと考えてみましょうか、配偶子の頻度。ね、考えていくと、こっちから、こっちから、まず、こいつのね、頻度は9、2乗でしたからね、9、2乗から、ね、2個出てきますからね、2、9、2乗ですね。で、さらにこっちから 2BQ の方から、ラージャル2個出てきますから、2BQ。で、これでラージャルの方のやつは終わり。で、スモーラルの方は、こっちからだけですからね、2PQ。ね。ってことで、こいつ、P たす Q がね、1とか使ってね、うまいこと計算していくと、1対9になりますね。1と9。ね。で、次、左巻きの方、母親、子供がね、左巻きになるって言ったらね、母親の遺伝子型、スモーラルスモーラルです。ね。で、こいつ。ね、こいつからね、生まれてくる。生まれてくるね、できてくるね、配偶子の頻度がね、どんな風になるかなって言ったらね、こいつから出てくるやつが、ラージアルが出るわけないですね。で、スモーラルだけです。で、ゼロが1です。ね、で、ってことは、ゆえにね、右巻きの子で、右巻きのね、子供のね、子供がね、どんな風なね、割合で出てくるかなっていうと、右巻きの方のね、子供、右巻きになるよね、子供が右巻きになるような個体の中で、ラージャル、スモーラルスモーラル、右巻きになるような個体をね、どんな風にね、個体を
中の、ラージアル、ラージアル、ラージアルとかね、ラージアルスモールとかね、スモールスモールとかね、遺伝子型とね、その分離比がね、どんな風になるかなって言ったらね、まずね、母親がね、ラージアル、スモール、ラージアル、1倍のラージアルと、9倍、スモール9倍の、ね、スモールアール。ね、これ母親の配偶子ですね。母親の、ね、からできてくる配偶子。で、一方、父親の方はね、まあ、何交配してもね、今後関係ないですから。ね、一番最初のね、ラージアル対スモールアールイコールね、P 対 Q と置いた通りにできていきます。ね、なんでね、こんな風にできてくるかって言ったらね、皆さんのね、問い4番のね、授業プリントの手前のところにね、遺伝子頻度と遺伝子プールっていうね、項目があります。ね、そこのところ、一番下のところにね、カッコ書きで、2N の集団では、遺伝子頻度は、ね、集団に生じる配偶子の遺伝子型の頻度に等しいと書いてますよね。あ、それです。ね、それです。それ使うだけです。ね、それね、実はね、カッコ書きで書いてるけど結構重要なんでね、皆さんね、それは頭の中に入れておくようにしましょう。ね、はい。今ね、読まなかった部分、その四角で囲んであるね、読まなかった部分はね、皆さんね、各自でね、じっくり読んでおいてください。ね、わからなかったらね、それ質問してみてくださいね。はい。で、まぁ、あ、これ、交配したら終わりってことで、こいつ交配したらどんな結果になるかなって言ったら、P、ラジアル、ラジアル、足す、PQ、足す Q、括弧、ラジアル、スモールアル、足す、Q2 乗、スモールアル、スモールアル。ってなって、スモールアルスモールアルの割合は、どうなるかなって言ったら、P 足す、PQ 足す、Q 足す、Q2 乗分の、いくら ?Q2 乗か。ってなって、こいつね、P 足す Q とかいうの、これ、P 足す Q イコール1っていうのね、使って、うまいことね、計算していくと、1足す、Q 分の、Q2 乗。となると。ね、あれこれ2乗抜けてますね。2乗。ね。となるというわけです。右側の方のね、右巻きの中にね、含まれるね、ラージアルスモール、スモール、ラージアルスモールですね。右巻きのね、子供の中に含まれるね、遺伝子型、スモールアルスモールアルの、割合はね、こんな風に出てくると。ね、ここです。こんな風に出てくる。で、一方、じゃ左巻きの方のね、子供の中のね、左巻きの子供の中にね、出てくる。スモールアルスモールアルのね、割合をね、求めに行きましょうっていう話に次になるわけです。ね。で、求めると、スモールアル、足す9倍のスモールアルスモールアル。ね。こうなって、こうなって、で、あ、こうなってね、こうなって。で、この中にね、スモールアルスモールの割合ですかね。全体 PQ ですね。PQ 全体が PQ で、P と Q で、P たす Q。で、分子がスモールアルスモールの割合ですから、スモール Q。ってことで、これ、いくらかなって言ったら、P たす Q は1でしたからね、Q ですね。はい。重要なのは、こいつと、こいつ、これと。必要なのはね、これと、あれでも言ったこれが必要と。で、左巻きの中でね、の話、さっきね、問い3でしてました。左巻きのね、個体。左巻きのね、個体の中の交配の話をね、してましたね。ラージアルスモールアル、1対がね、ラージアルスモールアル対スモールアルスモールアルがね、1対4って言ってましたね。1対4。ね。で、今、左巻きのね、個体の中の交配、ここでやってます。ね。ここでやってます。ね。やって、まあ、P とか Q で。使って表したのはこれ P、こっちが P で、ここが Q。ね、要は、P 対 Q は1対4になってるような感じになってる。で、かつ、P 対 Q が、P 対 Q が1対4ってことは、P の4倍、4倍の P が Q に相当して、で、かつ、で、あともう一個条件ありましたね。P 足す Q はずっと1でしたね。っていう条件がありました。ね。いうことですから、Q が、4P ですか ?A4 倍の P ってことですから、この2つ使ったら、これね、皆さん、授業プリントのところにね、書くスペース用意してなかったんでね、端っこのところにもちょっとちょろちょろっと書いておいてください。ね、これ、やると、P イコール 0.2 ですか?で、Q イコール 0.8 になります。ね、こういう結果になる。ね、で、後でちょっと使うのはこっちなんでね。まあ、こっちだけはね、ちょっと、片隅にでもメモ絶対しといてください。こいつだけは。ね。
で、こいつらね、ここ出てきたこの割合をね、うまく使って、この投票の後の残り計算していきます。ね、生き残ったね、個体の中でのお話してますからね、生き残った個体の中で、生き残った、個体の中でのお話と、最初の、最初のね、時点でのね、スモーラルスモーラルのね、個体の割合のお話をしているので、そいつら知っちゃいましょう。ね、まず、生き残ったやつら、生き残ったやつら。表のね、一番見てみてください。ね、表の一番見てみたらね、食われた、最終的に食われた答え64個体ですよね。で、最初100、右脇の方ね、64個体食われて、で、最終的に100匹だから、生き残ってる数で言うとね、36個体だったはずですね。右脇の方ね、36個体残ってるはずです。で、さっきね、右脇の子供の中のね、スモーラ、遺伝子型スモーラルスモーラルの割合はいくらかなって言ったらね、1たす9分の9以上でしたね。9以上。で、さらにね、次、左巻きの方の個体。左巻きの方の個体はね、36個体食われてましたからね、生き残ってるのは64個体です。で、そのうちね、9ですね、スモール9の割合で、スモール、遺伝子がスモールラスモールラが含まれている。で、こいつらの、割合ですからね、全体の残ってる数で割らなきゃいけないです、ね。全体の数は64と36で、足し100です。ね、なんで100で割っておきましょう。ね。で、こいつと、さらに、一番元々のやつ、元々一番最初、一番本当に最初の最初の段階での、ね、スモーラルスモーラルのね、割合を考えなきゃいけないんで、次ね、100個体いううちの、右脇の100個体の中にはね、頻度がね、1たす9分の9二乗っていう割合でいると。で、さらに、そこにね、左脇のところにね、スモール Q って言われるね、遺伝子型スモーラルスモーラルが存在しているということですね。で、全体の中での割合はいくらなんですかって言ったら全体の数で割る。ね、200で割る。全体200。200個体ましたからね、200で割る。ということです。で、今回ね、こっちの、ね、実験結果の後のスモーラルスモーラルの割合は、ね、実験前のね、スモーラルスモーラルの割合の何倍ですかって聞かれてますから、ここ割りなんですね。はい、で、こいつを計算すると。ね、こいつ計算してみると。ね、これね、間も計算でね、クソだるかったです。ね、クソだるいけどやらないといけないです。ね、計算してみると、ね、209足す100分の209足す160。160じゃない、128。160ってどこから出てきたんや。128ですね。128。で、さっきね、この辺にね、9イコール 0.8 とか言ってましたね。あれ。ね、あれ使うんです。ね。9イコール 0.8 を掘り込むと160。あ、ここの160か。160足す100分の160足す128。ということになって、こいつ計算すると、あ、こいつなぜならば、9イコール 0.8 ですね。で、こいつ計算してみると、1.107 点点点点ということになるんで、小数点第3位のね、下部にしてくださいってことでしたから、1.12 ですか ?12 じゃないですね。11ですね。なんで2になったんでしょうね。11です。はい。11倍。ということで、こいつが答えになる。いうわけなんですね、はい、この問題ね、僕ね最初に解いた時1週間悩みました、ね、ということはどういうことかなっていうとね、入試本番では捨てる問題です、ね、入試本番では捨てる問題ですこれね、皆さんね、生物ねやってる人、ね、僕何回も言ってますけどね、数学あまり好きじゃない人多いです、ね、計算好きじゃない人多いです、なんでね、計算はね鍛えるためにね、この問題、前、ちょっと選んだようなところも若干あります。ね、ハーディ・ワインベルグの法則をね、ちゃんとね、身につけるっていうのと、そのね、計算力をアップさせるっていう目的があります。ね、はい。では次、問い5番いきましょう。まとめです。一番最後のまとめになる問題です。ね、今までの全部を通す問題。
トビさんの結果から考えて、池では左巻きの貝が、外もも荒貝の全個体の何パーセントを占めていたと考えられるか、その理由とともに枠内に記せということですね。はい、今までのね、結果で、今までね、分かったことはね、実験位置のね、行った後にはね、左巻きの貝の、生き残ったね、左巻きの貝、個体、貝の遺伝子型の頻度はね、ラージアールスモールアール対スモールアールスモールがね、1対4に出てきたりとか、ね、1対4に出てくるっていうことがね、まあ分かってましたね、トイさんでね。で、それをね、うまいことね、利用していくっていう問題です。ね。ってことですからね、まあもう早速ね、ちょっとね、回答、このね、回答をね、授業プリントの、ね、回答にね、沿いながらね、この問題書いていこうと思います。ね。実験1の結果、生き残った左巻き個体、左巻きの貝の遺伝子型とその分離比は、ラージアールスモーラル対スモーラルスモーラルイコール1対4。ね。これさっき分かってましたね。問5。問5。ね。さっき分かってましたね。で、この中でね、左巻きの個体、左巻きのね、貝のメス親の、遺伝子型はね、いくらなのかなって言ったらね、何やったかなって言ったらね、スモーラルスモーラルだけでしたね。今回ね、左巻きの外回らないのね、全個体の割合を考えないといけないんでね、いつも通り、そのね、1個前、ね、今のそのね、第1個前のね、母親をね、考えないといけない。母親のね、遺伝子型はね、スモーラルスモーラルですね、もう絶対にね。それをね、今考えている状態です。ね。で、その時、まあ、もともとね、ハーディマビルの法則がね、成り立ってるんだから、さっきね、ラージ R 対スモール R イコールね、1対4って話しました。ね、1対4じゃないですね。0.2 対 0.8 ですか？あ、だから1対4人か？いいですね。0.2 対 0.8 だったんでね、もう整数に直すとね、1対4になりましたね。そういう割合でね、中には、集団の中にはね、ラージアルとスモアルがね、存在しているというわけですよね。ってことですから、こいつと、交配する、ね、父親、ね、こいつと交配したね、このメス親とね、交配したね、父親、このメス親と交配する父親のね、から、父親からね、提供されるね、配偶子のね、頻度はね、ラージアル対スモアルイコール1対4でしたね。1対4。ね。絶対そうです。ね。で、その1対4だと。で、さっき言ってた、例のなんか遺伝子プールがどうのこうのとか、なんか言った四角ブックになってたところもありましたね。ポイントの部分。ね。そこのところの括弧の中のやつですね。これ長いですね、めちゃくのね。はい。答え出すだけだったらね、何パーセントかっていうね、答え出すだけだったら全然楽なんですけどね。はい、ワインは、もう疲れてますね、完全にね。意味不明ですね、書いてる単語が。単語というか、日本語が。ワイ、ワイン、ベーブグの法則。法則じゃない。法則じゃない。ハイニーマイベルグ。平行にある。平行にある。2N の集団。あー、なんかやばい。集団では。遺伝子品、遺伝子。頻度遺伝子頻度は、集団では、遺伝子頻度は集団に、生じる。集団に生じる。開封します。の、頻度に。等しいので。等しいので、ラージアール対スモールイコール0.2対0.8。これね、さっきの問い4番でね、出した話ですね。こっからね、こっから、こいつを出しましたよね。その間に、その間のね、過程としてはね、このハーディ・ワインベルグ平行にあるっていう条件を使って、
ここからね、出てくる。ね、そしたら、そのね、集団の中に生じるね、配偶子の頻度にね、等しいっていうね、遺伝子型の頻度がね、等しいってことを使ってね、これを出してたわけです。ね。はい。さっきね、説明しなかったのね、ここでどうせ書くからですね。はい。いうことです。で、0.8、ラージャルスモール対スモール、ラージャル対スモールが 0.2 対 0.8。で、よって、左巻きの、解の割合は、遺伝子型が、スモーラルスモーラルの、メス親、メス親、の割合に等しいので、求める割合は、スモーラルスモーラルの、ね、割合ですから、ね、頻度はね 0.8 スモーラスモーラスモーラのね遺伝子頻度は 0.8 なんでね 0.8 の、0.8 の2乗ですかね 0.8×0.8 で、パーセントでね、何パーセントかって聞かれてますからね、これ 100×100% になるし 64% ですね。はいっていう問題でしたね。はい、こっちね問4番、問4番ですね。問4番、解けなくても解ける問題になってます。ね、なんでね、この問題ね、しっかりね、この問題は取れるようにしてください。ね、まあ、そんなにほど難しい問題でもないんでね、これは。はい。とりあえずね、皆さんに、ね、配ってるこのテキストのね、問4番ね、問4番、ね、計算めちゃめちゃだるいけどね、計算ね、やらないといけないとき絶対ありますんでね、そのね、ためにも、計算力をね、鍛えるっていう意味ではね、できなかった人ね、もう一回やり直してみてください。それではね、次の動画へ行きましょう。